ノッツカウンティ FC はイングランド、ノッティンガムを本拠地とするサッカークラブ。1894年の FA カップ優勝時のメンバー1862年に創立された世界で最も古いプロサッカークラブであり、1888から89シーズンに始まったフットボールリーグにも初年度より参加。プレミアリーグ開幕以降は低迷しており、 最後に一部リーグに所属していたのは1991から92シーズン。2018から19シーズンはリーグ2で23位となり、クラブ史上を初めてナショナルリーグに降格した。1888から89シーズンから2018から19シーズンまでの成績の水白黒縦島のユニフォームを着用しており、これは イタリアのユベントス FC が1903年に採用した同配色ユニフォームの由来にもなっている。ライバルは同じノッティンガムを本拠地とするノッティンガムフォレスト FC。ホームスタジアムであるメドーレーンはノッティンガムフォレストのホームスタジアムのシティグラウンドとトレント川の対岸同士で200メートルしか離れていない。ありがとうございます。